前そのあちょっといいですか、始める前に後半のところの部分これからやると、45分休憩に入ってしまうので帰りたい人は帰っちゃうところがあると思いますので、できればですね30分そのちょうど発表2つ分抜けてしまいましたので30分早めて、でポスターの方であと西さん使えるようですか。ないですか。はい、じゃあ、ポスターの方で少し時間を取れる方はこの時期にせっかくなので発表してもらうという形で入れるという対応をしようかな。まあ、早める分には別に構わないと思うんで、いいですか、後半のいい後半のセッション30分早めるスタートの。あ、わかりました。じゃあ、いいですか、前半最後の発表です。よろしくお願いします。本日はデータ公開サイト改善のためのウェブ解説を出しまして、ダムステックの地球情報センターへの取り組みを紹介します。ダムステック地球情報研究所に通称 DRC と呼びますが、こちらではダムステックの観測公開で得られたデータやサンプルの情報をこれらの複数のサイトから公開しております。カテゴリーとして大きく5つに分けているんですが、まず航海とか潜航基本的な情報や、あと海洋物理を中心としたデータ概要を提供している観測航海データのサイトがあります。それから深海の方で、生物や地形などを潜水艇で撮影しているんですが、こちらのビデオや写真を公開する映像画像というのサイトがあります。また、岩石や堆積物、コラや生物のサンプルも回収しておりますので、そちらについてはメタデータの情報を参考サイトから公開しております。また観測 の概要といいますか、クルーズのレポートというのが文書でありますので、そちらについては他のジャムステックの観光物と同じサイトから提供しております。こちらでも観測公開の経過サイトからも提供しております。またそれ以外のジャムステックにさまざまなデータベースがあるんですが、そちらも含めた形で地図やキーワードからデータを検索したり、あと、いくつかのサイトからの情報を統合したり、統合サイトというふうにやっています。今回はこちらの DRC で運用しておりますサイトで、どういう二次解析をしているかというのを紹介します。まず、ウェブサイトは、公開するまではいいんですが、ずっと公開したってやつに、本当に人が来てるということが、大体、利用する側としても心配というか、期待を込めて、アジサイトはより利便性の高いウェブサイトに改善してあげるということが大切です。それに対して何ができるかといいますと、一つはサイトにおいてユーザーがどういう行動を受けるかということです。あと、サイトに来ている来ていないにかかわらずデータに関してどういうことを持っているということを理解することが重要だと考えるものです。その一つの方法としましては、私どもではサーバーログやアプリケーションログなどのシステムから得られる情報を復旧して、これらの、どういうウェブサイトに提供するかというところの改善を含めて検討してきました。システムの構築方法には依存するんですが、主にサーバーログからワークインテビューに関係する情報を得ています。またシステムごとになるんですが、アプリケーションログの方からはデータのダウンロードや、サイト内の検索、それからユーザーの方から入力していただいた情報などを得ています。これらのサーバーログ、アプリケーションログにつきましては、まずデータを継続するというところから始めまして、定期的なレポートを行い、あと解析をした上で、次にどういうシステム改善化していくべきかというのをサイクルを回しながら、ウェブ解析をしていくというところが目標になっております。現段階では、サーバーログの方は全サイトについて対応しているんですが、アプリケーションログについてはまだいくつかのサイトで継続的に解析を行っている段階です。本日はそのいくつかのスピックスとしまして、まずはじめに定期的なレポートの作成についてご紹介します。次にそちらの情報を利用しまして、組織別のページビューをインターフェースに活用したということの例を紹介いたします。またアプリケーションにつきましては、データ検索ログを使いまして、画面の改善案を作成しまして、今画面の修正を行ったバージョンのシステムリリアルを検討している事例を紹介します。最後にデータアンダウンロードどういうログが取れるか、今後どういうことができるかということも紹介をいたします。
ターフのどういうフローで私たちのセンターで扱っているかというのを示した概要です。前サイトサーバールームにつきましては自動的に収集しておりまして、ただしデータの枚数ですね、サムステックの中からだったユーザーなのか外からだったユーザーなのかとか、あとはウェブサイトの若干フォーマットが異なったりしますので、そちらのフォーマットを合わせたりして、今は直接解析ツール AWS カッツというのを使って日時のモニターを行っています。また月に1回は、日時用の状況を見るためにジャムステックの外から来たフロアなどの有効なアクセスのデータを用いまして統計処理を行い、月のレポートや会議に出すような概要レポートというのを作成しています。合わせまして、リピート的には組織別のページビューを行いましたり、特にテキストマイニングの手法を使って検索フレーズの分析なども行っております。まずはじめにこちらのレポートについてご紹介いたします。こちらは2012年3月から2013年3月までに最初のカテゴリーごとにどういうページのアクセスフィーバーと変化を示したものです。赤い線が観測効果データサイズです。こちらが7月、8月がやや普段にアクセスが多かったんですが、アクセスの投資を挙げますと特定の公的機関、特定の大学から大量にアクセスがあったということが認められています。また緑が映像画像系のサイトなんですが、こちらにつきましては11月ですね、今年の1月に急激にページがのアクセスが逃走しているんですが、本当に元をたどっていたところ、Yahoo Japan のサイトのサイエンスカテゴリーというのは一般向けの、サイエンスの情報を載ったページがあるんですが、こちらの経由してお客さんの経由ということを見ております。このように急に変化があった場合につきましては、アクセスの増やリンクの増、それから Google などで出している検索のトレンドというのを調査して、この結果どういう原因でお客さんが増えたか減ったかというところを見ていっています。で次にこちら組織別のですね、ページビューを活用した例です。でこちらは右の方が各サイトカテゴリーという国外参加結果で2010年7月から9月間にどのぐらいのページビューがあったかというのを示しているんですが、その中には国外だけのたくさんのアクセスがありますので、そちらの方は誰が来ているかというところが予測するのは難しいというところで、今回は僕たちがターゲットしたい高等教育機関や地方自治体、国別とかそのあたりのアクセスだけを取り取り出してどういう割合でお客さんが来ているかというのを見るのがこちらです。観測公開データのサイトにつきましては専門性が高いということと、数値のデータ化量をいただきますので、そのほとんどがこの青系統の高等教育機関や研究機関、国家公共機関からのアクセスがほとんどであるということが分かります。また映像画像につきましては、やはり先ほどのヤフーからの、アクセスが多かったということもありますが、他のサイトに比べまして、初等中等教育機関ですね、もしくは教育委員会経営のアクセスが多いということで、映像画像系のサイトにつきましてはユーザーのタイプが幅広く分布しているということが分かります。さらにですね、こちらをこちらと見せられないのでどういう組織からどういうサイトに皆さんで来られているかというのを表したマトリックスです。このようにどういうところにまんべんなく来ているのかとか、もしくはどこがサイトだけに来ているのかということが分かるんですが、この情報をもとにですね、こちらの方からインタビューする先を決めました。この学術開発研究機関については4件、それから大学や高専などの高等教育機関の3件、それからこちらのインタビューについては今後の利用者拡大も含めて民間企業とかその他の企業9件もインタビュー先として選定しております。でここはインタビュー結果の抜粋になるんですが、学術研究開発機関からは、データの品質が高くて信頼して使っていますという良い評価もあったんですが、先ほど最初のサイトの例で話したように公開サイトの数が多くて、どういうふうにアクセスするのかわからないという声も聞かれております。また高等教育機関からは教材としてですね、サンプルセットとかデータセット、ある程度準備も必要なので、気軽に授業で使えるようなサービスがあるという声が聞かれました。
間やその他の企業からは、企業として新装置の理由とか温度差発電など農食品を適地検討される実際にデータを見ていますという声も上がっております。まあ、このようなニーズの調査も出てましたので、今後は、まあ、どのように DRC のサービスに反映していくかというところを検討する段階に来ています。次にアプリケーションとかから画面の方を改善した例を紹介いたします。こちらは映像画像系、新海映像画像アーカイブスのサイトの例になります。まずサーバーログの方を見ますと、トップページで離脱率が 70%、 つまり最初に来たんですけども何割しかとどまってないっていうことが分かりました。要件、理由としては、もちろんいろんなお客さんが入ってきて関係ないって言って出てくる場合もあるんですが、ちょっとレイアウト見ると検索画面までそもそもたどり着けてないんじゃないかとかいうことが、でまた検索画面自体も結構項目が多いんですが、ここがうまく使われていないんじゃないかという考察がありまして、こちらはちょっとデータ検索ログを使ってどういうところを皆さんの項目として使っていたかという例ですので、意外と地図検索が使われていない、使い方しか分かりにくいのかなというところとか、あと実はここに単位と詳細というボタンがあるんですけど、詳細にもほとんど使われていないとか使われていないというところが分かりました。で一方でに入力ワードを入れる場所があるんですが、こちらはかなり使われておりますし、こちらのエビとかカニとか生物のアイコンがあるんですが、こちらも結構使用頻度が高いということで、ユーザーの方が目的を持ってアクセスをしているとか、生物のニーズが高いということが分かりました。こちらの状況を踏まえまして、まずトップページには、最近当たり前だと思うんですけど、キーワード検索を開始してすぐに回す検索ができるんです。もしくは人気用のワードを付けて、そこから付けているというふうにアクセスの改善を図っております。また検索画面についてはもう範囲と詳細は切り替えやめました。そして一般向けの被写体による検索については最後の方で、検索研究者向けの地図を使ったりとか、先行の番号を使っているという検索については画面の下の方にレイアウトし直してまして、なるべくサイトを訪れた方がスムーズに検索できるようなことを考えたのです。こちらにつきましては、近日中にリリースで予定です。最後にアプリケーション部分の中で、データダウンロードなどの今後の検証になるんですが、どういうふうな活用ができるかという紹介をします。こちらは観測公開データのサイトダーリンなど発表があるんですが、こちらの方のデータダウンロードの様子を示しております。こちらのサイトでは、ログインとログインのユーザー2つを設定しておりまして、ログインユーザーはアンケートを回答しないとデータがランクできない。ログインユーザーは一度ユーザー登録すれば、複数種類のデータがダウンロードできます。これは、サイト公開が昨年度10月だったんですが、その後、5月までにどのくらいのダウンロードがあったかということを示しているわけです。大体1600件後ダウンロードがありまして、6割はログインユーザーの方からのダウンロードでした。また、データ種ごとにカウントしましたところの回転地形とか、XBT のデータなどが非常にダウンされているということが分かりました。今後は、ユーザーからですね、ユーザーの特定の情報をアンケートやユーザー登録に聞いておりますので、こちらの情報とデータ種の情報などの組み合わせを分析をして、どういうユーザーがどういうデータをダウンしているかという傾向を調べたいと思います。サーバーログインにつきましては、ほぼ全サイトについて、予測作成を実施しています。ただ、ログデータの方は、クローラーが新しく出たことがしますので、成果をつけていきます。アプリケーションにつきましては、まだ一部のサイトにしか使っておりませんので、今後は全サイトに増えを続けていこうと考えております。ありがとうございます。ただいまの発表に関して質問、コメントとありましたらよろしくお願いします。今日は特に検索画面について
にございますか。あの当然ですけど、ジャムステックだけをやって調べたんです。あ、じゃあもうないの。最後のメッセージで、はい、全員解析やります、はい、他のとこもやってきますから、ね、いや、こういうのがあの本当にわからないので、どう改善したらいいのかっていうのは全然その自分としては公開したいデータがあるのかあるんだけれども、どうしたらいいのかわからないっていうのがあるので、なんか本当に一般化してくれるなんか方法論としてやってるとすごい嬉しいと思うんですけど、ありますね。前半のパートをこれで終わりします。